はいどうもゆきです。パワポケ11メインストーリー解説実況続きやっていきましょう。前回で一応試合は全て終わったんですけど、今回2通りのパターンのエンディングをお見せしたいので、ちょっと今回で1パートにしました。ちなみにあの後もね、ちょっともう一回リセットしたりやり直したりとかいっぱいあったんですけど、まあそこは置いといていきましょうか。そして月日は流れ、ジャジメントナマーズ解散式、古沢監督これで全員か。はい、そうか、こうして見ると意外に少ないのだな。あー諸君聞いてくれ。知っての通り今年でジャジメントナーマーズという球団はなくなるが、君たちの今後についてはきちんと最後までフォローする。だから私ともうしばらく付き合っていただく。だがこういう場は今後ないだろう。だから言っておく、3年間親会社のわがままで振り回してしまい申し訳ない。すまなかった。この通り謝る。ガチ謝りやんな。これから先ここにいる者は皆バラバラの道を行く。そこで今日はささやかながらパーティーを用意させていただいた。3年間を振り返り、仲間としばしの間楽しんでいただきたい。以上だ。あれ？社長が出て行ったぞ。なんだろう、とても嫌な予感がする。もう多分直感はね、A クラスあると思うんだよね。フェイトで言うところの。あと追いかけます。社長、お急ぎください。少し気になることが。社長、待ってくれ。ん？君ならもう来年の所属チームは決まっていただろう。確か。じゃあソフトバンクにしましょうか。そうそう、ソフトバンクだ。そうじゃなくてこれからどこへ行くつもりなんです？君に教える義務はあるのか。その広域みたいな話し方すんな。今日このまま別れたら二度と会えない気がしたんです。勘のいい男だな。その通り、今日最後に私は公の場から姿を隠す。君とこうして話すのも今日が最後だ。行っちゃダメだ。行けば絶対に不幸になる。そういう気がするんです。君は知らないだろうが、私は十分すぎるほど大勢の他人を不幸にしてきた。私だけが幸せになるなど許されることではない。誰だって幸せになる権利がある。そうだ、権利はあるが義務ではない。俺の権利です。あ、え、ここがシアンルートですね。俺はあんたのことが好きだ。もっともっと社長のことが知りたい。参ったな。プロポーズされるとは思ってもみなかった。社長、そろそろ出発を。ああ、少しだけ待ってくれ。ここで生かしておいたら話が変わったかもしらんのに。君はプロ野球選手というスターだ。これから先いくらでもいい女と巡り合えるじゃないか。あんたみたいな女は他にはいない。間違いない。変人で嘘つきで選ぶってて目的のために手段を選ばない残酷な女だぞ。それでもいい。ダメ、私はこの役からは降りられない。残念なが私の答えはノーだ。私を信じてついてきてくれる者を裏切るようなことはできない。待ってくれ、くどい。どうだ、一発は当たったか。え、社長が撃たれた。早く社内へ。社長、未知の毒物を検出。この車では治療できません。予定を変更し病院に向かいます。ダメだ、死を知られるのはまずい。しかし歴史改変の死体は私と思わせなくては。わかりました。すべて計画通りにいたします。だからもうどうかお休みください。すまん。心残りは精霊、一目だけでも会いたかったな。社長、お使いできて光栄でした。亡くなってしまいました。そしてあれから何のニュースもないけど、社長はどうなったんだろう。現れたな、魔人め。ほんと3つの願い事を全部実現しちゃったね、魔人ね。ああそうだな。ふぅ、じゃあこの勝負はあんたの勝ちで、魔人ね。でお前はこれからどうするんだ。負け犬は速やかに去り、新しいご主人様を探す旅に出る、魔人。ここでさらに。そんなことは許さないぞ。最後のバトルをやりましょう。いきなり強気で、魔人ね。どういうつもりで、魔人。お前別の場所で別の人間に取りつくつもりだろう。まあまあまあ、そりゃね。まあまあ、そりゃね、やるでしょうね、彼だったらね。そんなことはさせないぞ。ほほ、じゃあどうするで、魔人。くらえ、封印の壺。お、なんでそんなものを持ってるんで、魔人。そりゃそうだわな。急に封印の壺持ってたらビビるわな。ぐるぐるの憎いあいつを封印だ。これが正真正銘のラストバトルですね。やっていきましょう。これ結構苦手なんですよ。動きながらパワーを貯めて打っていくんですけどね。これ苦手なんすよね。勝てるかな？勝てるかな？うまいことこの壁も使いながら、うまい、あーちょっとずれた。しくった。よし、あーくす。お前、多い。攻撃の数が多い。よしよし、いいよいいよ。ここでもう一発投げていく。オッケー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 。からの、ここ封印パワーを貯めます。貯めます、貯めます、貯めます、貯めます。壺の向き的にはいい感じだけど、やばい、ミスった。ナイス、決めていく、勝ち。よかった、クリアできた。ちょっとビビってたんだよね。やったぞ、
封印成功だ。助けてくれてマジン。もう悪いことはしないでマジン。どうしよっかな。出してやるか。もう3つの願いで誰かを騙したりしないな。しないでマジン。よし。優しいな。なんだかんだ3年一緒にいたからな。ひどい目にあったねマジン。危うく悪魔の罠にはまるところだった。お前はちゃんと無理な願い事はやめるように言ってたもんな。どういうことでマジン。お前の留守中に悪魔が来て封印しろって言ったんだよ。でもあいつが人間のために何かをするはずがない。お前は封印されてどこか別の人間のところへ行き、封印を開けた奴に取り付くんだろう。じゃあ封印しない方が安全だ。待てよ。さてはこの壺も悪魔の差し金か。ああそういうことでマジンか。さては前にゲームでボコボコにしたのを根に持っていたでマジンね。ここら辺詳しく知りたい方は僕別の動画で投稿してるんで、悪魔と魔人の話ですね。ちょっとそちらをご覧ください。早速懲らしめてやるでマジン。じゃあさよならでマジン。あ、おい待てよ。悪魔が言ってたけど、お前も昔はみんなの願いを叶える存在だったのか。俺たち人間がめちゃくちゃな願い事を押し付けるようになって変わってしまったのか。それはちょっと違うでマジン。昔の人間はめちゃくちゃなことを願う人間は少なかったから、呪いをかける必要があまりなかっただけでマジン。まあそれでも神様にしてくれとか言う奴はいたでマジンよ。それでもやっぱりごめんな。人間を代表して謝るよ。あんたお人よしすぎるでマジンよ。まったくとんな奴に取り付いてしまったでマジン。それとさっきの話でマジンが、確かに3つの願いという形はもうマンネリになってきたでマジン。しばらく新しいアイディアが出るまでこの方法はやめるでマジン。なんだかんだ約束守ってくれんね。しばらくって？まあ200年ぐらいは。さて、いろいろ世話になったでマジン。これ200年後なんかあんのかな本当は。あんた根性があるからきっといい選手になるでマジンよ。あ、おい消えちゃったよ。でもまあこれで200年は悪さをすることもないだろう。あいつがいなくなるとちょっと寂しくなるけどな。ありがとうマジン、楽しかったよ。たった3年間だけ存在したジャッジメントナバーズ。そこではいろんな出会いがあり、いろいろと不思議な体験もした。魔人と三つの願い事のことは一生忘れられない体験だけど、この試練を乗り越えることで人間としても野球選手としても成長することができたと思う。俺の前にはまだまだこれからもいろんなものを乗り越えなくてはならない、そういう日々が待っている気がする。数ヶ月後。あ、なんだって？高校の時の新庄の話が聞きたいって？うん、そうなんだ。なんでお前だったのかよ。え？去年の夏、新庄が夜中に電話をかけてきてさ、伝言を頼まれたんだ。高校時代の話を聞く奴がいたら言えってさ。確か、そんなことを聞いてどうする？もっと有意義なことをしろ。の、これってどういう意味なんだ？これは僕は別れの言葉かな。おそらく長生きできないことを感じていたんだろう。自分という過去にとらわれず、前を向いて進めということか。これはつまり、野球を頑張れってことだよ。なんだ、プロなら当然のことじゃないか。あいつ頭がいいのに肝心なところが分かってないよな。そうだな。あはは。という終わり方をします。これでエンディングなんですけど、ここでね、ボタンを押してしまうと、普通に登録されてしまって、ちょっとリセット効かなくなるんで、一旦ここで終了。これボタンを押したらもう、選手登録、ぬぬぬぬぬの画面になるんです。だからここで一旦ストップして、アルバムの中から、今回お見せしたい、今回見せられるはずだったアルバムを見せてから、6人組に行きたいと思います。さすがにもう一周するのは大変すぎるんで、そこはちょっとうまいことやらせていただきたいと思います。まずはシアンのグッドエンドというか、シアンルートのアルバム。へえ、子供にしか見えないんだ。じゃあ私が見れなくてもまあ仕方ないか。どうしてそんなに桃の木の精霊に会いたいの？だって見たままの世界だったらつまらないじゃない。でも不思議なものがいるんだったら少しは期待してもいいでしょ？でもこれではっきりした。何が？この世界はつまんない。真面目な人がバカを見て悪い奴らがのさばってる。だから私が何とかしなくちゃ。じゃあね、桃子ちゃん。家が遠いからもう会えないかもしれないけど、楽しかったよ。わらわがその桃の木の精霊なんじゃがな。この子はパワーポケダクシュの隠し彼女ですね。本当はこの子が桃の木の精霊です。それは幼き日の小さなすれ違い。子供の時から大人だったのではなく、結局彼女は最後までずっと真面目な子供だったのだ。本当はね、シアン、大人になってはいるけど、もしかしたら桃子ちゃんが見れたのかもしれませんよね。そしてもう一つは魔人のグッドエンドのアルバムです。納得いきませんね。私らはこういう存在で、あの男はただの人間なんですよ。いくらでもはめることはできるでしょうに。久しぶりに気分がいいからこれでいいのでマジン。君も仕事をしばらく休んで骨休めをするといいでマジン。はいはい、わかりましたよ。私もバカな人間を騙すのに飽きてきたところです。じゃあ魔人のふるさとに行ってみるでマジン。私暑いところは苦手なんですけどね。まあ行ってみますか。というふうにこの二人は結局仲良しのまま、また行動するっていう感じですね。では一応本編自体はこんな感じなんですけど、絶対に見せたいもう一つのエンディング。
はい、6人組の方を見ていきましょう。はい、ということで回って戻ってまいりました。ご協力を感謝するミスルカ。ユキシロ家との今後の協力関係を考えれば、新庄シアンの心理分析データぐらいお安いご用ですよ。それで何か分かりましたか？シアンが死んでないルートに今来ています。まあね、完璧なリーダーなどまずいない。常に正しく強く部下をまとめて公平に振る舞うことはとても難しい。人間としてのエゴがある限りね。ところが新庄の場合、あの女は演じているだけですよ。演じていると思い込む才能と言うべきでしょうかね。くだらない能力です。いや、とんでもない能力だ。彼女が理想と思う人間を24時間完全に演じられるのなら、それは完璧なリーダーということになる。しかし彼女の想像力を超える存在にはなれない。所詮は裸の王様です。まさにそこが彼女の恐ろしいところなんだ。愚かな王のどこが恐ろしいというのです。だった今連絡がありました。アメリカとロシアは津波の件から手を引くそうです。な、驚くにも当たらない。輪切りバッテリーのメンテナンスをやめると脅したんだ。そしてこれではっきりした。何がです？彼女が今演じているのは世界を治める王じゃない。人類の敵、魔王だ。諸君、津波グループの真の構成に至る諸君。世界の征服はなった。さて、次は支配するとしようか。こうして凶悪がこのように出現した。ここでその始まりの光景を少し覗いてみることにしよう。こちらを見ていきましょう。注意、E を選ぶと終了しますということで、はい、まずは25年前からですね。25年前、とある公園。未来から来た唐沢博士。はい、唐沢博士、あなたの名前はタイムマシンの基礎理論を確立した人物として未来では有名なのですよ。あれはただの自己結果調査じゃよ。15年前の実験で妻のナオミが実験室ごと消えたんじゃ。娘のひな子の半身と一緒にな。その原因を調べておったんじゃが、やはりわしの仮説は正しかったか。未来に行ったんですかね。我々はあなたにサイボーグの基礎技術を渡します。なんじゃと？娘の命を助けてはくれんのか。ああ、あの事故からひな子さんは生命維持装置で眠りについたままでしたね。サイボーグの研究を進めればいずれは救うことができるでしょう。何よりこれはあなたのためではなく未来のためなのです。どういうことじゃ？未来において人類は滅亡の危機を迎えているのです。そこで慎重なシミュレーションの結果、過去に未来技術を部分的に持ち込むことで歴史を変えることになったのです。なんじゃ、そういうことか。もらった技術はわしが好きに使っていいんじゃな。はい、それが世界にゆっくりと広まることが我々の望みなのです。その後、唐沢博士の手でサイボーグ技術はプロペラ団という世界のスポーツを支配しようとした組織に伝えられた。プロペラ団の崩壊後、その技術はオーガミアジャチメントといった組織に流出していくことになる。こんな感じで、まあ2の頃からプロペラ刺さってる人たちいましたが、こういう風な感じでサイボーグの技術が広まっていったんですね。はい、次は、じゃあ未来の世界。変更された未来。まさか、これほど歴史が変わってしまうとは。原因は輪切りバッテリーです。サイボーグ技術により死ぬはずだった何者かが本来の未来でも存在しないエネルギーを開発してしまった。これが寺岡薫さんですね。そして人類はエネルギー危機を乗り切ってしまったのです。そして増えすぎた人間を管理するため極端に自由を制限した社会に、いかん、この未来は間違っている。我々には歴史を変えてしまった責任がある。バッテリーの出現を阻止するのだ。しかしバッテリーの発明者の情報が残っておりません。たとえ困難であるとしても何としてもやらねばならん。一つ提案があります。二手に分かれましょう。何？ドクターはバッテリーが発明されるあたりの時間へ。私は唐沢にあった時間へ戻り、彼を監視しましょう。そうすればタイムパトロールの目をごまかせるかもしれない。なるほど。どちらかが失敗してももう一人が使命を果たすのだな。よし、頼んだぞ。まったく、真面目な奴を騙すのは簡単ですね。タイムマシンを使えば神にもなれるというのに、どうして人類のことなど心配せねばならないのです？この後ドクターは後にバッテリーを開発することになる輪切り製作所を潰そうとするが、これパワーポケ6の世界に行ったんですね。タイムパトロールの活躍により失敗してしまった。これが主人公、6の主人公です。バッテリーの発明を阻止できなかったドクターは失意のままこの世界に留まることになる。さて、じゃあここからは14年前、ネオプロペラ団パワーポケ3の時代です。やれやれ、教会の椅子があんなに硬いものだとは知らなかった。こちらがパワーポケ3で主人公がひなこちゃんと結婚式を挙げたその後のエピソードですね。腰が痛いわい。ひなこのやつあんな野球バカのどこがいいんだか。これでわしも肩の荷が下りた。さて、ゆっくり風呂にでも入るか。待て、誰じゃの？ん、お前たちはプロペラ団の残党か？いや、違うな。探しましたよ、唐沢博士。
プロペラ弾じゃないですね、この格好は。30年前のツケ、今ここで支払ってもらおう。30年前、そうか、お前たちは。消されました。さすが世界を牛耳るジャジメントの方々ですな。見事なお手並みです。余計なことは言わなくていい。あの男は妻の実験のためにジャジメントを利用したのだ。そしてようやく我々が彼の元にたどり着いた。ところで彼の居場所を通報した見返りはどうなっています？ああ、研究の援助か？そんなこと本気にしていたのか。おめでたい男だ。こいつ、俺より先に構えてやが。ジャジメントとコネを作れば早く結果が出るかと思いましたが、すでに巨大である組織に入り込むのはちょっと難しいようですな。やはりあの大神と手を組んだ方が時間はかかっても確実ですね。大神はこの、あ、説明出たわ。プロペラ団の一幹部に過ぎなかった大神道夫は分裂した組織を再び統一。さらに未来から来た男からの情報を利用し、大神という組織をどんどん巨大化させていった。この巨大化したのがパワーポケ8の時代ですね。大神はプロペラ団の幹部だったんですよね。なんかアメリカの方で財務状況とかを任されてたっていう役割だったんですけど、そこと結託したんですね、ミスター K が。さて、次はどの光景を見てみますか。はい、じゃあ続いて3年前。3年前、日本の某所。大神グループ会長、大神道夫当時。大神会長はあの人物の言うことを信じておられるのですか？君が疑うのも無理はない。タイムマシンなの未来だから来ただの、いきなり信じるなど不可能だ。しかしそれでも一部は真実だと認めざるを得ないだろうな。これは彼が提示した今から10年前後の自然災害のリストだ。ということはこれまでのところそれが的中しているのですね。ではカタストロフも彼の言うようにやってくるのでしょうか。そこまでは知らんよ。だが驚くには当たらんだろう。むしろこのまま人類が発展し続けるとしたらその方が驚きだな。どうして私なのです？君は歴史上の人物だかららしい。本来の歴史では君の警告は無視される。世界が君の声に耳を傾けるのは手遅れになってからだ。そして間違った形で利用される。これを読みたまえ。その書類は？彼の書いたレポートだ。君の発言が歪められ、その結果何が起こったのか詳細に書かれている。すべて信じるのはどうかと思うがね。では会長は彼のことをすべて信じているわけではないのですね。わしは誰も信じんよ。しかし人類を管理するというのはチャレンジする価値のある目標だ。すげえな。人類の王になるつもりだよ。だから彼の話に乗った。このレポートを読む前に一つだけ教えてください。本来の歴史で歪められた私の発言とはどういうものなのですか？この地球上で人類を存続させるには20億未満の人口が望ましい。で、虐殺が起きたんでしょうね。なるほど。どんな風に悪用されたかもそれで見当がつきました。この時、新庄氏案に渡された歴史は、資料は輪切りバッテリーが発明されなかった本来の歴史のものであった。ここがね、本来の歴史のものを渡したんだけど、実際は書き換わった歴史を改変しようとしに来てるんで、ここですでにミスター K が嘘をついてるんですよね、大神とか氏案に対して。そして最後、6人組の計画。こうして6名が揃うのは初めてのことですな。そちらの方が未来から来た方ですか？そうです。ここにいるあなたたち5名は私にとって過去の人間ということになりますね。タイムマシンの実物は見せてもらえないのですか？タイムマシンは乗り物ではなく、いわば大砲なのですよ。人間を過去に送ることはできるが、本体を動かすことはできない。歴史の変更を防ぐタイムパトロールの存在について説明をお願いしたい。それが計画の最大の障害ですからな。タイムマシンによる歴史変更は基本的に防ぐことはできません。まず第一に、タイムマシンは理論上不確定である未来にはいけません。つまりタイムマシンの使用者はコールドスリープなどを使うなどして時代を通らないと未来へ戻れません。つまり未来に警告を送ることができないということですか？ではタイムパトロールはどうやって歴史の変更を見つけ出すんでしょう。まずタイムマシンの動作による波動が歴史の変更より先に未来に到着します。これで連中は異変に気づきます。歴史改変による影響は段階的に発生するので途中で予測をつけることも可能だそうです。なるほど。一つ確認したいことが何かね。我々が歴史を変更したとしても誰かが将来に別の変更を行えば意味がなくなってしまうのでは？その心配はありません。我々の変更が確定すればタイムマシンを作ることができなくなってしまうからです。すげえ。マジで帰るな。理論を思いつく人物がいませんからね。始末したということか、唐沢博士。ですが、追い詰められた場合、彼らが思い切った手段に出るかもしれません。最悪の場合、タイムパトロールは過去に遡って変化の根源を消滅させようとするのでは？そこであなた方の出番です。あなた方の誰かが消滅しようとも、歴史変更の主体たる私さえ無事なら他の存在が穴を埋めます。
歴史には変更を嫌う力があるらしい。政治家や研究者を消したとしても、別の人間が彼の代わりに歴史での同じ役目を果たすことになる。例えば私がタイムパトロールに消されたとしても、私の部下の誰かが大神と同様の組織を作るだろう。一方、我々がこれからやることは歴史上の人物の暗殺などという単純なことではありません。世界の仕組みを激変させてしまうのですから、元には戻せない。つまり我々は皆、あなたのためのおとりか。すでにメンバーが入れ替わっていて、私たちがそれを忘れている可能性もありますね。これデウエスですね。信じていただきたいのですが、私の目的は歴史の変更であって権力には興味ありません。あなた方5人の誰が残ろうと人類が残るならそれでいいのです。この場でもう一度お聞きしたい。どうして私なのですか？ジャッジメントに潜入する人物は大神側と連絡を取ることが困難であると予想されます。ですから大神会長の人格を脳に書き込んでもらうことになります。そうすれば細かい連絡なしにお互いの意図を知ることができるからです。超能力者に読まれるのを防ぐため、それは本来のものと別の人格として同居するのが望ましい。もう闇遊戯みたいな感じですよね。そのために強化人間を作ってみたが、これが意外に難しいらしくてね。3人ほど潰してしまったよ。潰した？これから我々がやろうとしているのは史上最大のリストラなのだぞ。たかが3人犠牲が増えたところでどうということはあるまい。先ほどの話に戻りますが、記録によるとあなたは幼少時より意図的に別の人格を演じてきた。おそらくあなたなら大神会長の人格をコントロールできます。いやでしょ。でもこの連中は信用できない。だが未来に待つあれをして何もしないわけにはいかない。わかりました。こうして6人が始めた計画は数人の脱落を経て、津波グループの成立をもって一つの節目を迎えた。この計画の結末はいずれどこかで語られるかもしれない。だが、それはこの場ではない。はい。という6人組のお話ですね。これ野球ゲームなんですかね。そら新規逃げるわっていう内容ではありますよね。もう、ちんぷんかんぷんになってくるもんね。この辺も深く考察しても楽しいのかもしれませんよね。はい。そしてアルバムの方でシアンのその後を見ることができます。未来のある歴史家が語る。高校時代の新庄シアンは真面目で思いやりのやるって書いてある、ある人物であったと多くの証言が残っている。彼女を研究する者は同じ人間が後にどうしてこれほどの悪事を成し得たのか首をひねる。私に言わせればこれは不幸なちょっとした勘違いが原因だ。彼女は社会のために自分を犠牲にすることは当たり前だと思っていた。そのこと自体は立派なことだが、彼女は他の人間にも同じことを要求してしまったのだ。だから彼女は大きな目的のために他人を犠牲にしても平気だった。つまり、それは全ての人間の義務だと思っていたからなのだ。結局、彼女は最初から最後まで真面目すぎる人間だったのだ。という、真面目がゆえの絶望を振りまいてしまいましたね。そして実はシアンだけプロフィールが2種類用意されてるんですよね。まず1個目の新庄シアン。ジャッジメント日本の社長でナマーズのオーナーでもある。18歳、高校中退してジャッジメントに就職した。計画的に物事を進める性格で、カリスマと判断力、独創性は十分あるが、感情的になりがちなところがあり、冷静な人物が補佐しないと実力を発揮できない。何でもこなす器用な人物だが、突出した才能がないことを気にしている。高校では自治会長をやっていた。という表向きの、まずシアンのプロフィール。そしてもう一個。はい。ちょっと表情が変わったりしましたが、もう一つのプロフィールですね。新庄は前大神会長らと手を組んで、ジャッジメントを手中に収めるために密かに活動していた。綱渡りにも等しいこの工作が成功したのは、ジャッジメント内にルッカが組織の長になることを恐れる者が多かったことが大きい。人望ねえな、あいつ。翻訳機として常に持ち歩いていたのはテレパス。独身能力者の超能力を当人に跳ね返す装置で相手に深刻な精神ダメージを与える。こんな風にして戦っていたんですね。はい。ということで、今回パワーポケ11の、はい、メインストーリー解説実況をしてみましたが、いかがだったでしょうか。やっぱね、初見殺しというか、初見チンプンカンプンにさせるゲームではあるんですけど、パワーポケのことを知れば知るほど、パワーポケ11はね、意外と分岐点だなというか、まあ、結構ここでガラッと変わったりとか、過去の伏線もいろいろ回収できたりとか、まあ過去のキャラクター見れたりとかもして面白いなって思う作品ですので、この動画を見てね、あ、ちょっと11やってみてえなって思った方はぜひ DS を発掘して遊んでみてください。はい、じゃあ次回から e スポーツをやっていきたいと思います。パワポケ12ですね。はい、ゲームで野球をやるゲームをやっていこうと思います。楽しみにしておいてください。じゃあよければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。